よろしくお願いします。それでは始めます。私の発表はレポジトリパターンを維持しながら N プラス1問題を起こさないようにする方法論についてです。山月と申します。本名鈴木でやってます。今日の話題なんですけども、レスポンス速度と設計の話になります。レスポンス速度についてまずお話しするんですけども、重いサイトはユーザーを離れるっていうのは、皆さんご存知というか、体感として分かることなんじゃないかなと思います。こちらの参考資料を見ましたところ、2秒以内に読み込まれるページの場合は、直帰率9%なんだけども、5秒以内に読み込まれるページの場合は、それが38%に一気に急上昇するんだっていうふうに書かれています。で、他にも、コンバージョンの低下だとか、SEO の影響だとか、いろいろあるわけですね。速度に関する仕様っていうのは、結構たくさんあって、TTFB とか、マスタートレンダー、スピードインデックス、フリーローリーとか、いろいろあるわけですけども、今回は TTFB について見ていこうかなというふうに思っております。TTFB っていうのは、Time to First Byte で、何かっていうと、サーバーから最初のバイトがブラウザまで返ってくる。それまでの時間ですね。要するにですね、ネットワーク的な距離のところと、サーバーにおける処理時間の、合計だっていうふうに考えて、差し支えないんじゃないかなというふうに考えてます。ネットワーク的な距離のところの改善で言うと、ユーザーの近くにサーバーを置くっていうのがあって、代表的なのは、クラウドフロントだとか、アカマイだとか、そういう CDN を全体に置いてあげて、ユーザーとの距離を近くするっていうところ。あとはサーバーにおける処理時間の方は、我らが PHP のバックエンドのコードを改善することによって、解決していく、改善していくっていうところですね。極限まで早くしたいかっていうところなんですけども、エンジニアとしては追い求めたいところですよね。ただですね、ビジネス視点で言いますと、ユーザーに提供するのは速度だけじゃないんですよね。使いやすい機能を開発する時間っていうのが大事で、もちろん、サイト速度っていうのは大事なんですけども、それだけちょっと工数をかけすぎてしまうっていうのは、良くないのかなっていうふうに思ってます。速度改善で今後の企業定義はしづらくなるっていうのも、ちょっと避けたいことかなっていうふうに思っています。まず、今日使う例についてお話ししたいと思います。管理画面で、ユーザー情報だけの一覧があるとします。こういう ID があって、名前があって、登録日時があるっていう、そういう管理ツールの一つの画面があるとして、よくあるものだと思います。これを表示するための、ユーザーエンティティの例として、ユーザー ID を持っていて、名前があって、クリエイティブだったとかっていう、形があるとします。で、内部的にどういうふうにやってるかっていう、前提の話で言うと、ユーザーレポジトリから、ユーザーリストをゲットリストで取ってきて、アプリケーションのレイヤーを通して、ビューだとかのレイヤーに渡していく形になります。ここで、こういう、もともとユーザーがあったところに、ユーザーを持ってる時計の列を追加したいっていう、こういう機能追加があったとします。そうすると、もともとユーザーの情報だけでよかったんですけども、DTO、ユーザービズでウォッチっていう、仮に名前つけてますけど、こういうものに、ウォッチも一緒に含めたくなるんですね。で、ウォッチについては、独立したエンティティとして ID を持っていて、ネームがあって、で、所有者情報としてユーザー ID をウォッチ側に持っている。で、そういう前提で考えて。これ設計の簡略化、今回の説明の簡略化、で、所有者一人として、一人一個っていうふうに、一応前提を置きます。ただ、複数個になっても、そんなに大きく設計は変わります。で、最初に、愚直にやったパターンを説明しようかなと思うんですけども、ユーザーエンティティをゲットリストで、まず取ってきます。で、それぞれのユーザーに対して、OE1 で、ポチレポジトリからゲットするわけです。それっていうのは、O1 で回してるんで、N 回、ウォッチを取るゲットを走るわけですね。そうすると、DT を使うのに、これが
ウォッチレポジトリの裏で DD を叩いた場合、SQL っていうのは N プラス1回発行されてるわけですね。こんな感じで、まあ、たくさん走ってます。じゃあ N プラス1問題は何が悪いのかっていうところで、SQL の実行が1個、まあ、0.02秒、まあ、そんなに長くない時間で完了したとしても、これ300個直列で実行したらそれだけで6秒かかっちゃうんですよね。TTFD で言うと、サーバー処理とネットワーク通信の分の合計だと思うんですけど、SQL 実行、ここだけで6秒かかっている。で、さらに、その他 TFT 処理っていうふうになってしまうと、まあ、ウェブサービスとしては、まあ、結構遅めな感じになってしまうわけですね。で、まあ、回収の方法案っていうのは、まあ、星の数ほど、まあ、星の数ほどはないかもしれないですけど、まあまああって、まあ、今回4つ例として紹介したいなと思っています。まあ、一番簡単なのは、キャッシュを使うっていうところですね。DB の前段にメムキャッシュだとかを差し込むっていう考え方で、ユーザーのエンティティをゲットリストから取って、ウォッチを41で取ってるところは変わんないです。で、こちらですね、変わっているところは、もともとデータベースから取っているウォッチレポジトリがあったとして、その前段にキャッシュのウォッチレポジトリを差し込んでしまう。で、それで、ここのレイヤーでメムキャッシュだとかを使って、まあ、キャッシュを差し込むところですね。で、ララベルにおいては、プロバイダーだとかで、こちらのゲットのインターフェースに対して差し込む実装っていうのは切り替えられますので、まあ、設計への影響っていうのはそんなに大きくないのかなと思っております。ただですね、これ実はあんまり解決策になってないんじゃないかっていうふうに考えていて、もちろん、1個ずつのウォッチを取る SQL 自体が重いっていうケースでは解決策になってると思うんですけども、まあ、以下の例だと、このように解決策にならないっていうところですね。まあ、AWS での、まあ、あるネットワーク条件下の例でやってみて、バックエンドサーバー、PHP が実行されているサーバーから、メムキャッシュ D のサーバーに、接続速度をちょっと計測してみるわけですね。カールで、80と443ポート以外接続できるっていうことも、まあ、これも豆知識なんですけど、カールで11211のメムキャッシュのポートにアクセスすると、0.016秒、これですね、かかっていました。で、これ300回直列で叩かれると、それだけで4.8秒になっちゃうんですよ。どういうことかっていうと、キャッシュもデータベースも同じようにネットワーク上に存在するんだったら、いくらメムキャッシュ単体、レジ数単体が速くても無意味なんじゃないかっていうところですね。まあ、インフラ構成によって、まあ、メムキャッシュをそのサーバーのローカルに立てるとか、まあ、そういうことによって、このネットワークの遅さっていうのは、まあ、緩和されるとか、解決されてるっていうこともあるかもしれないんで、そういう場合には解決策になるんですけど、インフラ構成によっては、キャッシュっていうのは解決策にならないんじゃないかなっていうのが、まあ、一つ、チェックポイントかなと思います。で、改善案の二つ目ですと、ページネーションを入れるやつですね。N プラス1の N を減らしてしまおうっていう、こういう単純な発想ですね。こういう、ページ送り、1ページ目、2ページ目、3ページ目っていう、まあ、こういうパーツ見たことある人も多いと思うんですけども、1ページに表示する件数を、まあ、もともと300件だとか100、1000件だったものを100件までと制限する形ですね。メリットとしては、TTFB の改善効果は、まあ、100件くらいまでとか、さらに20件とかまで絞ってしまえば、まあ、結構効果は高くて、まあ、中間高ですね。ただ、まあ、設計の影響もそんなに高くなくて、まあ、アプリケーションレイヤーのところで、ページネーションを入れるっていうところですので、まあ、レポジトリ取るところは変わらなくて、設計の影響っていうのも、まあ、そんなに悪くないかなというところですね。で、本発表の趣旨からちょっとずれてしまうんですけども、N プラス1問題の緩和になるっていうのも、あって、プラス、返ってくる HTML が減りますので、まあ、ブラウザ側の処理として、ブラウザレンダリングが軽くなりますので、まあ、そういった速度改善の効果も見込まれる解決策かなと思っております。ただ、デメリットとしては、まあ、管理ツールだとかですと、仕様として、もうユーザーの一覧が全部見えてるっていうのが、それが重要なケースっていうのも、まあ、あると思うんですね。そういうケースはちょっと使いづらい。で、まあ、そういう一覧性があると、コントロール F で、
まあ、単純な検索が使えるんですけども、それが使えなくなっちゃう。まあ、そういう場合には困っちゃうんで、まあ、検索機能を追加したりとか、そういう、追加のコストがかかっちゃうっていうのも、まあ、あるんですかなと思います。で、解決策3つ目ですと、コマンドクエリセパレーションを紹介します。もともとユーザーレポジトリやゲットリストを取ってきて、まあ、ここでポイチを回しているのが問題であるという話をしたんですけども、まあ、そもそも最初から ETO の状態で返してもらえばいいんじゃないかっていうのが、まあ、これの解決案の発想ですね。こちらのアプリケーション層では、まあ、ポートという名前でインターフェース切ってあげて、インフラの実装としてはアダプターで ETO を、作ってあげて、リストにして返すということですね。内部リストとしては、まあ、インフラ層で、まあ、データベースでスケールにジョインして、データ、DTO に直接入れるっていう方法だとか、まあ、エラスティックサーチにあらかじめ入れといてあげて、そこから DTO を作ってあげるとか、まあ、そういった内部リストが考えられるものですね。で、これは、TTFB の効果っていうのは大きいというふうに考えてて、N プラス1の解決策にも、だったんですね、もちろん。デメリットは設計の影響が大きいですね。既存の設計と食い違うというところで、取得がもともとあったこのレポジトリの系列と、こちらのポータンドアダプターの系列で2系統になっちゃうんですね。でこれがまずいわけですね。コードを書くときの辛さと、コードを拡張するときの辛さはそれぞれあって、コードを書くときの辛さですと、今までのエンティティを使ったコードを、まあ、DTO を直接組み上げる形だと使い回せない。だとか、まあ、その DTO を組み上げるときに、フィールドが多かったりすると、それを組み上げるだけで日が暮れてしまうっていうのが、まあ、私の実体験としてありました。で、コードを拡張するだけ、拡張するときの辛さっていうのが、まあ、重要なのかなと思って、DB のフィールド変更したときに、忘れずに2箇所直さないといけない。これがまあ設計が2種類だったらまあ2箇所、3種類入れてしまうと3箇所変えないといけないっていうので、まあだんだん辛くなってくるポイントかなと思います。というところで、まあすでにレポジトリパターンが入っているアプリケーションにおいてという前提ではあるんですけども、こちらの方法はできれば導入しない方がいいかなというふうに考えています。過去に弊社でもちょっと N プラス1問題解決策として入れてみたんですけども、まあ、先ほど話した辛さだとか出てきて、それ以降はどうしてもこのパターンで解決できないっていう、そういうケースのみ使ったらいいんじゃないかという、まあ、そういう形になっております。さて、ちょっとここでブレイクして、ここに立ち返ってみようと思います。設計の目的って何でしたっけっていうところで、まあ私の考える設計の目的なんですけども、機能を追加したり削除するのが簡単に行えるようにすることっていうのが設計で大事なことだと思う。それは誰のためなのかっていうと、ユーザーのためっていうと、開発者のためっていうのそれぞれあると思っていて、ユーザーのためだと、より良い機能を素早く提供する。で開発者のためだと、機能を追加するのに辛い気持ちにならないことっていうのが、大事だと。案外っていうか、まあ結構大事だと思ってます。じゃあどういう手法だったらいいのさっていうところで、一つの糸の回収するに処理が散らばっていない、まあそういう設計がいい形かなと思って。まあいわゆる凝集度が高い状態があるというところですね。で、速度改善の目標を達成するために、あんまりにも、してないんじゃないかなっていう達成は持ち込みたくないですね。既存の設計をできるだけ変えなければ、まあ、そのコストとか、抑えられるのでいいかなと。で、まあ、もちろん簡単に導入できたら嬉しいです。というところで、まあ、考えてみたのが、改善を読んで、パッシュマップアタッチメントです。これは独自命名であります。命名についてはちょっと後で、改めてお話します。で、何が問題だったんだっけっていうのを、改めておさらいすると、ユーザーのリストをここで取ってきて、ウォッチを1回ずつ41で回して N 回取得してるっていうのが、それが問題だったわけですね。じゃあですね、簡単ですよ。ゲットリストでウォッチを1回だけ取得しちゃおうっていう
かりやすい。わかりやすいですね。はい。一回だけ取得すればいいですよ。ただですね、これだけでいいのかっていうと、そうではなくて、新たに出る問題点として、ウォッチリスト内を、まあ、それぞれのユーザーに対して、どのウォッチが対応しますかっていうのを、まあ、何でもいいんですけども、方位置でもいいんですけど、アレイサーチだとか、そういう先行探索の方法で探すとすると、N のオーダーになっちゃうわけですね。で、ユーザーリストの N 回のループの中で、さらにウォッチを探すアレイサーチをやるってなると、N2 乗のオーダーになってしまうわけです。で、仮に N プラス1問題解決できたとしても、まあ、具体的には、例えば1000件の20ループだと10の6乗ですね。これ結構な感じです。で、ここら辺までは、まあ、割と1秒以内に収まることっていうのは多いかなっていう。まあ、それはサーバースペックによるんですけど、まあまあ悪くないかもしれないですね。ただ、1万件となると、もうこれは現実的なオートすぐに収まるからもう1秒よりかなと思います。私の経験だと、3000件くらいの20ループっていう処理がどこかであったと思うんですけど、そういうのだと、まあ、数秒ではなくて、十何秒、数十秒というオーダーになっていたかなと思います。さて、じゃあ、このアレサーチを使うと、O の N のオーダーになっちゃうんで、まあ、ハッシュマップ使おうっていうところですね。これ古典的な手法で昔から使われてるんで、まあ、知ってる人も多いと思います。で、これは、ハッシュマップのゲットは、オーダーの1なんで、高速ですね。で、まあ、ウォッチリストを、あらかじめハッシュマップに変換していくっていうのが必要になってきます。まあ、PHP ではハッシュマップっていうのはなくて、キーバリューアレイですね。で、キーがユーザー ID。で、バリューがウォッチエンティティになっているハッシュマップを作っておくわけですね。で、ユーザーリスト、これは、L のオーダー、イコールでユーザーに対して、やっていくんです。それに対応するウォッチをハッシュマップから1のオーダーで取ってくると、ループ回しても N のオーダーで終わるっていうところで、まあ多少件数が増えても、そんなに実行時間として辛いことにならないんですね。で、ハッシュマップがなんで、オーダーで1になるのかっていうのは、まあこういう書籍に載ってるんで、ちょっとこちらを参照してください。はい。ちょっとコードでもう一回同じことを説明します。まずユーザーリストを取ってくるわけですね。で、次にウォッチリストを、まあ、必要なユーザーで絞って取ってくる処理ですね。で、ウォッチリストをハッシュマップに変換する。で、ユーザーリストをループで回して、もともとハッシュマップにしたウォッチからユーザー ID でゲットしてくる。で、ゲットしてきたウォッチを PTO にワンセットで入れてあげる。で、そのアレイをリストとして、オブジェクトに入れている。というところですね。はい。まあ、これでもうそろそろ締めなんですけども、ハッシュマップアタッチメントっていう名前についてですね、まあ、ハッシュマップを元のリストにくっつける、アタッチメントするっていう、それだけの単純な命名です。はい。で、社内の啓蒙ターンに、これは私が付けた名前なんで、ググっても多分他の記事は出ない。詳細は、テックブログにも書いてます。詳細というほど詳細に書いてないんですけど、テックブログに書いてある。もしご興味がある方は見てください。で、近い発想は、ララベルのエロクエントのイーガーローディングでも使われて、イーガーローディングは、あれですね、ウィズ関数ですね、エロクエントレイヤーでウィズ使ったことある人、多分、まあまあいるかなと思います。あそこら辺でも、あらかじめ取っといて、後でつけるみたいなことがされているところです。で、なんで、じゃあ同じじゃないかっていうところなんですけども、適用レイヤーが、こちらはエロクエントインフラのレイヤー、今回のハッシュマップアタッチメント、アプリケーションのレイヤーでアタッチメントしてるんで、適用レイヤーは違うっていうので、わかりやすさのために違う名前を付けてる。で、振り返りなんですけども、大事なことは、アプリケーションをキメラ化させないっていうことが大事かなと思って、新しい設計、イケてる設計ってなると、D の段階になって、飛びつく人、まあ、いるかなと思うんですけど、銀の弾丸は設計においてはないというふうに思っています。今あるアプリケーションの状況に合わせた ROI の高い設計を選ぶと、そういうのが大事だと思います。まあ、もちろん、ハッシュマップアタッチメントも、すべてのアプリケーションで推奨するのではないですね。そのアプリケーションに合う場合には、入れると便利かなと思います。
設計の目的を忘れなければ、割と変な方向にはいかないのかなと思って、まあ、設計の目的はユーザーのための機能追加と、あと開発者が辛くならないっていうところで、まあ、そこは忘れてみたいかなというふうに思っております。はい。もう、おしまいです。採用活動しておりますので、もしご興味ある方はカジュアルに声をかけていただけると嬉しいなと。Twitter もやってますので、もしフォローしていただける方があれば、喜びます。で、フィードバックも、受け付けております。受け付けております、おかしいか。もし、時間ある方がいたら、よろしくお願いします。はい、以上になります。ありがとうございます。